チャンネルこんばんばはさあもう深夜になってるかまあ皆さんね「おはようございます聞」って見てくれてるのか「こんにちは」で見てくれてるのか、えー、分かりませんけども、えー、ただいまですね、えー、日本シリーズ第3戦東京ドームでヤクルト対オリックス終わりました今日は日本放送で、えー、解説させていただいてましたけどもなんとですね終わってすぐ帰ってきて。 すぐ取るっていうね、えー、ところになってますけども、ま、あ試合ね、結果から言うと、5対4で、ヤクルトの逆転勝ちっていうところでね、ま、あ日本シリーズ2勝で一勝、オリックスということで、一勝ね、ヤクルトが先週、先勝、えー、しましたけども、今日の試合ね、えー、いろんなことが起こりましたけども、振り返っていきましょう。ね、ということでね、えー、今日の先発、まあ、ああの、予告先発じゃなかったですけども、大体のね、予想通り、えー、オリックスはね、田島、 えー、そして、ヤクルトは大のね、両先発で、えー、なりましたけども、なんとですね、この試合、えー、放送前にも言いましたけどですね、えー、4、5点差の勝負になると。5点取った方が勝つとね、いうふうに、えー、予想しましたけども、なんと本当に5対4で、ヤクルトが勝つというところでですね、今日の解説ですね、皆さんまだラジコで聞けますから、聞いてもらえれば、今日は冴えてますね、非常に。自分のこと言うようであれですけども。さあ、ということでね、えー、今日、まあ、先発ね、 オリックス、立場4回ね、3分の1で交代しましたけども、まあ、92球、2アン安打3三振、えー、3つのフォアボールで1個デッドボールで、ね、一失点。まあ、 レギュラーシーズンだったらね、多分5回を投げ切ってるかなっていうところもありましたけども、まあ中島監督の判断で、まあ限界かなっていうね、コメントありましたけども、交代になりましたけど、全体的に調子がいいか悪いかっていうと、そんな良くなかったように思うんですね。えー、ちょっと通信向けがね、肩開きながら投げてね、一回ね、あの満塁のピンチ、大変わりね、押し出しフォアボール出しそうになりましたけども、でも何回か言いながら、ちょっと踏ん張ったかなっていうところはね、悪いながらも、そういったところは、今年1年ね、かけてやってきた、あの成長、このホームのバランス、 頭振らないっていうところがね、非常にいい方向にね、この日本シリーズも出たのかなと。この、試合を壊さないでね、悪いなりにまとめるっていうところもやっぱり先発ピッチャーにとっては非常に大事なんで、そういったところがね、今日の田島、えー、悪いながらもしっかり試合をね、まとめていくっていうね、ええー、いいピッチングできたんじゃないですかね。まあその中でね、一番の問題は、この2回の裏ね、 ヤクルトはね、1回のて塩見青木ね、山田とね、3人ポンポンポンって抑えてね。で、2回、えー、先頭のね、村上が、あ、多分ツーシームだと思うんだよね、握り方見てたらね。あれはちょっとすっぽ抜けしてね、デッドボール。で、サンタナのね、えー、サードゴロセカンドにね、投げたら足立が、多分ゲッツー狙ってね、 取る頃にはもうファースト向いてたからね、顔が。ボールは目切るの早くなって、胸がね、若干ジャンピングスローでね、打球が前だったんでね、投げたことによって若干変化したと思うんだよね。で、それをもうな、もう投げる方を意識してね、早く見ちゃって、キャッチできなくて、ね、足立のヘラ。おっと、これは大ピンチやぞっていうところでねで、中村、バンド2級ファールね。まあでもこのファールもよ、ファーストのもやが外国人選手なのによ、もうチャージ。 ま、あのチャージでね、ちょっと中村もね、三塁にしなきゃとかね、変なプレッシャーかかってね、ファール。で、結局最後ね、ストレート、着払い気味にね、カットしようと思ったけど、しきれずね、三振。で、オスナ、えー、センターフライ。で、この西浦ね、えー、フォアボール。これいつも思うんだけども、セリーグってなんで二三塁だったら敬遠なのに、一三塁だったらなんで次ピッチャーなのに敬遠しないんだろうね。まあ、結局これフォアボールになったけどもね、俺はもう最初から敬遠でね、さすがに西浦動画だったら、西浦の方が打つでしょうっていうね。 しかも8番で打ち取った方が次9番から始まっていいじゃんっていう。抑える前提だけど、打たれる可能性の方が高いからね。小川よりね。そういったところで俺はここ敬遠した方がいいのになと思うところでね、まあ勝負しに行った中で最後フォアボール。で、小川ね。 あの、スリーボールにね、スリーボールになってから、まあ、そっからね、なんとかね、田島が踏ん張ってね、最後はまっすぐね、見逃し三振っていうところでね、まあ、こういったところがね、ちょっと田島のね、今年の一番の成長かなと。これ多分、小川に押し出し小川ボール出したら、その後、塩見に打たれて、バンバンバンって多分ね、行かれてた流れだと思うんだよね。まあ、ここね、あの、あしのエラーもあったけども、よくね、あの、田島としたら踏ん張ったかなっていうところはありますよね。で続いてね、また同じようなミスが起きるっていうところで、3回の表にね、えー、倉林のセンター前、 で、ふしのね、あのー、バスター。これもね、最初多分バンドのサインだって。でもこれね、中島イリュージョン。まあね、ファイナルでもね、あのシーズン中でもツーランスクイズとかいろんなことやってるからね、もう下心暗記だよね。ヤクルト行きは何かするかもわかんないっていうね。で、牽制も結構入れてね、小川もね。で、ツーボールワンストライクになって、いや、動きそうバスターエンドランでっていうところでね、バスターエンドランしてきて。まあでもね、しっかり叩きつけて、ちょっと、ね、だけのこう高いショートコになって、まあこれでまあ、ワンアウト二塁、まあ、送りバンドと一緒かっていうところで、西浦がなんとこういつ。 グラブが、ね、膝が曲がらず、グラブが、地面ついてないっていうね、そこをショートバウンドが抜けていくっていうね。で、それが、えー、攻撃することによって、えー、ランナーがね、三塁行って、ノーアウト一三塁。で、ここで田島がね、見事な送りバンドを決めて、えー、の、ワンアウト二三塁になって、福田のフォアボール。これも福田のフォアボール大きかったね。よく選んだフォアボール。で、胸にもね、ここ返すってなんだけども、まっすぐ差し込まれてるけど、反則球が、ね、ちょっと危ない、怖いなっていうところでね、最後、 チェンジアップから俺ホークに見えたけど、最後チェンジアップね、ライト前、反則球がね、いい形でタイミングがあってライト前で先制タイムリー、ね。 で、こう、ヤクルトはね、相手のミスをつけず1点取れなかった。逆に、オリックスと相手をミスをついて、ね、先制。で、この後ね、吉田、杉本とアウトンなんだけども、吉田がね、初級フォーク空振り。で、ワンボールからフォークフォークから、珍しいね、この空振り。全体的にちょっとね、前半ストレートタイミング合ってなくて、このフォーク連発の全部空振りはね、本当に吉田にしては珍しい三振。で、その後ね、杉本がフォーク、チェンジアップでね、ファーストファールフライで。ここもう1点。 欲しかったよね。これがね、できてないとね、後々ね、結局響いたかなっていうね、ここでもう一点取ってればっていうところだったけども、まあその、その後ね、なんとか田島が踏ん張って、で5回裏ね、塩見アウトにとって、青木がね、センター前ヒット。ここもね、外から入ってインコース。だからこのね、青木も左のインコースがね、若干目つけしきれるようになってきたかもわかんないよね。日曜日もね、あの田島のインコースをね、センター前持っていって、この辺もね、 アウトコース見せてからのインコースね、しっかりね、センター前っていうところでね。で、えー、ピッチャーここで日較にスイッチを。もうここでいっぱいいっぱいかなっていうね。で、ここ、山田哲とね、えー、ショートゴロ。やっぱ、やっぱアウトコースね、日較、いい正規力したでね。で、えー、次ここで。あ、ピッチャー交代なんだ。あ、山田か、富山かなと思ったら、なんとバルガス出てきて。なんと、村上、サンタナ、連続フォアボールで。 で、中村雄平にもうカットボール投げるしかないじゃんね。で、カットボール投げて、それをね、えー、コンパクトにセンター前ヒット。ね、それで終わってよかったのよ。で、まずここでね、一つのバットポイントは、ファーストランナーのね、サンタナが、あの、三塁に行くんだけども、あれはもう、本塁を犠牲にして、自分がおとりになって本塁をセーフに誘うっていう、い 走塁なのね。だからも楽勝でアウトのタイミングで行ったのに、まだセンターの服だからなかなか投げないのよ。で、なかなか投げないでで、で、慌てて投げて、あ、タイミングアウトかなと思ったら胸が落とすんだよね、ポロって。で、落として、で、中村がバッターランのセカンド行ったところに慌てて投げようと思ったけど、タイミング無理やと思って投げるでやめとじちゃブレーンってレフトに行って、もうトリプルバッとよ、あれは。本当に。結局よ、あの無駄な1点が最後、この1点に。このミス、だから3人の、あの、まあ、あ 二人のミス。だから3ミス三回起こって言うからね。まず、福田が、もう間髪入れずに投げとけば簡単にアウトだったのになかなか三塁投げなかったこと。まず胸がそれをポロンチョしてタッチできなかったこと。で、そしてセカンド投げようと思って、ボヨヨンってレフトに投げちゃったことっていうね。ところでこの三つのミスが起きてね、この一点、三点目、非常に痛かったよね。だからバルガスの、だからもうやっちゃったよね、この5回裏ね、オリックスとしては。俺は正直、ね、富山、 山田で良かったんちゃうかと思うけども、ここでもっと深く考えるとね、やっぱこの延長12回まであるっていうところで、9回で終わりじゃないんだよね。で、他のね、リリーフのピッチャー考えると、なかなかイニングまたぎで長いイニング投げさせれるやつがいない。しかも5回で変えちゃったから、やっぱピッチャーな、やっぱ6回も投げてほしいっていうところで、多分バルガスをこの抑えて、次の回もボルバルガスを多分行こうとしてたと思うんだよね。だから、ちゃんと買いまたぎもできるバルガスを選択したんだけど、これが恨めを咲くのね。 だから俺はもう最初から言ってるように、富山山田でよかったんちゃうかってね。俺は結果論じゃないんだよ。解説聞いて。言ってたんだよ。あ、バルガスってびっくりしたからね。っていうところもあるし、で、その後もね、この3つの3つでね、1点って、この結局1点が重たかったよね。でね、その後押さえて、いや、これ3対1か、重いなと思いきやよ。え6回の表ね、吉田が。ね、ここまでタイミング合ってなかったけど、ちょっとコンパクトにね、ようにしたアウトコースの高めをね、左中間にスーベースって。で、このね、杉本の打席よ。これね、初級インコース。 ボール球。結構ね、この最後もマグハもそうだったけど、全体的にね、杉本の入りはね、インコースストレートからがね、これも3戦見てたらね、多いね、ヤクルトバッテリーは。大体インコースから入って外みたいなね、えー、感じでインコース入ってボール。で、2球目が、えー、もう1回インコース入って、あの、ファール。で、3球目もインコースでボール。これ3球使うんだよね、連続で。で、4球目、カットボール、ファールになって、俺はここで解説で言ったのが、もう1個ここでね、 結構追い込まれたら杉本っていうのは反対方向を意識してコンパクトに振ってくるから、まあ、スタンダードで行くんだったらもうフォーク、外のでもここで一発もう1回インコースに戻るのもいいと思いますけどねどっち選択するかですねって言ったら、ね、あのアウトコース、ストレート選択してでも中村もねこうやって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 てこうコースしっかり投げろよっていうのをねちゃんとやってるんだよねでコースに構えたところがね甘く目に入ってストレートが、ね、でそれを見事にライトスタンドにホームラン。 ね、杉本、よってね。でも俺は、裏書いたからヤクルトバッテリーね。俺はスタンダードにフォークか、もしくはインコースストレートでも、よかったんちゃうかなっていうね、アウトコースストレート。ちょっとこれは悔やまれるね、配球になった。ちょっと考えすぎたかなっていうところはね、あるよね。で、ここで同点に追いついて、いや、これまだまだわからんなーってね。いうところで、6回裏はね、バルガスがそのまま続投して、三者凡退で、えー、抑えて、で、7回表ね。 えー、ピッチャーがスワレスに変わって、こちらもバルガスと一緒で、先頭伏見フォアボールね。で、えー、代打若月、ここでね、バルガスので、見事バンドを成功させて、で、福田もフォアボール。で、胸ね、見逃し三振。で、タグシに変わってね、胸。あれも胸もね、全体的にストレート。 タイミング合ってないのよ。だからあの、先生のね、タイムリーの時のチェンジアップもそうだったけども、ストレート差し込まれてるから、ね、ちょっと反則球怖いなっていうところで最後ね、ここは中村がね、ナイスリードで2エンド強いから、インコースのストレートね、見逃し三し、まあ、あのね、田口が投げ切ったのも良かったね。あれ投げ切れなかったら結局外帰らなきゃいけなかったからね。それで、あの、廃墟はね、素晴らしかった。で、アウトにとって今度ね、吉田。ね、初球スライダー、2球目もスライダーで、バットの先当たってね、外野ちょっと下がってたから、さすがに青木も追いつけずね、レフト線プローンって落ちて、で、これがね、勝ち越し の一点になるんだけどもここでね、あ青木がどこ投げようかみたいなね、であの吉田が行きかけてセカンド投げようとして行きかけて止まってでカットマンに投げた瞬間に吉田がねセカンドに行ってあの無駄な進塁させちゃうんだけども、まあ、あそこはね、そのままセカンドに投げちゃうと福田がホームに帰っちゃうって可能性あるんだよね。 その投げたことによってね。だからその三塁ランナーもケアしなきゃいけないっていうところで、難しい判断だったけど、一回迷って投げるのやめてね。でもその吉田がね、その突きをついてセカンド行ったのね、非常に良かった。 ああのねあのね隙を突いた総理で、ここでね杉本敬遠されて、もやの夏でジョーンズ、で俺は今日解説、ね、さっきも言ったけども5点勝負、ここで1点取れるかどうかっていうところで田口からピッチャー、石山に書いてね、えー、カウント1ボール2ストライクから最後、ね、フォークボール空振り三振で踏ん張った、ここで1点取れたらねオリックスいけたところでね石山はね逆によく踏ん張って、で7回裏よ。 ピッチャーね、吉田亮に代わって。でも吉田亮っていうのはね、もうね、これも中島監督はね、お前のスライダーは分かってても打たれないから思い切って投げろって言ったようにね、よくも悪くももうスライダーなんだよ。カウント取りも、もう、あの、三振で、勝負球もスライダー。これもよくも悪くもね。って言ったところで、ワーキがね、ツーボールからスライダーね、引っ張り込んでライト前。で、山田はね、あの、初球のストレート、大飛球。ね、もうギリギリ、フェンスついてね、アウト。ね。 で、あの、村上は、このスライダーね、膝元、三振っていうところで、このサンタナがね、ツーボールから、スライダーをライトスタンドに決勝のね、逆転ツーランホームラン打つんだけども、ま、あこれはもう仕方ないね。だって吉田っていうピッチャーがそういうタイプのピッチャーだから、あれをまっすぐやろうとかって言い出したらもう終わりなのよ。もう正直ね。もうやるしかないのよ。それがもう持ち味なんだからね。逆にもう打ったサンタナ選手、死にて言うならよ。 やっぱり青木もサンタルもツーボールしたことにしたことが全てのもう間違いだよね、もうツーボールにしたから幾くともそれしかないから限られちゃうね、バッターも対応しやすい、サンタルもね若干遅い球を待ってたようなタイミング、ドンピシャだっただけにねだからスライダーを打たれたことっていうよりも青木にもサンタルにもツーボールにしたことが一番の問題なんだよね、そこら辺はもっとね堂々と初球からねどんどん行かなきゃいけなかったよね、まあ、そこら辺がね、こが逆転のホームランを招いた一番の要因だよね。 で、8回表ね、ここで、あ、清水来るのかなと思ったらね、石山続投。で、高津監督のね、コメントでは、まあ7回裏のね、このジョーンズに対しての石山のね、投球が素晴らしかったから、もうこれは続投させようっていうところでね、続投して、で、あだ紅林、T ・岡田とね、3人で抑えて。 で、えー、9回、マクガフでね、先頭若次が詰まりながらバット取りながらセンター前打ってね、おい、これ何か起きるぞっていうところでダイソーさんのノが出てきて、福田がね、バンドで送って、胸吉田。というところでね、胸がアウト。で、杉本はね、えー、あ吉田はね、申告敬遠。で、杉本に対してインコースストレート、インコースストレートで詰まってね、ファーストゴロ、マクガフ、ナイス請求グッピッチ。ね。っていうところで、まあ5対4のね、 あの、試合になりましたけども、まあ、全体的に言うと、やっぱね、オリックスはね、あの、ムネのボヨヨン、だから、まず福田の遅い送球、で、ポロンチョ、で、ムノのボヨヨン、で、サンタナのホームに返しちゃった、あの3点目、あれがやっぱり、重かったね。正直、きつかった。だから、そういったところで、やっぱりね、ミスはね、俺何回も言うけど、短期決戦のミスは取り返せないからね、しかも、仕方ないのはもう、そうのは、もうサンタナに打たれたやつとか、も仕方ないじゃん。ね。 だからそういったところは避けるためになんで、しかもフォアボールがね、この日本シリーズやっぱりかなり大きなウェイトで失点に繋がってきてるんで、やっぱバルガスのフォアボールっていう。オリックスは正直ね、防げたね。防げた点。 っていうのが多かったそこら辺がね、今日負けにつながったっていうところと、まあ、ヤクルトはね、あの、小川が杉本にホームランね、あそこちょっとね、考えすぎちゃったかなっていうね、ところはあるけども、よくね、逆転したっていうところと、まあ、石山がね、非常に素晴らしかった。あの、田口でね、本当は抑えたかったところ、石山がね、その後しっかりね、踏ん張ったことによって、あそこね、1点で収まったんでね、そういったところでは、 今日の MVP は石山とね、まあサンタなのね。だから今日の勝ちっていうのはね、まあどうやって繋がるのか。でも結果ね、まああの5対4ぐらいの試合になるのかなっていうところでね、まあその試合展開になったっていうところで、ちょっとまた終盤ね、ちょっとお互いバタつくんでね、この、まあやっぱりこのね、さっきも言ったように延長12回っていうのが中島監督もあの高津監督も初めてなんだよね。9回打ち切りしかね、多分やってないと思うから。そういった面でもこのね、投資企業を、 同点のままだったらね、どういうしようかっていうところがね、まだちょっとバタついてるかなっていうところもあるんで、まあそこら辺はね、明日からの試合でどう修正してくるのかっていうところはね、こうリリーフ はかかなななり重要になってくるのかなというねねあとやっぱり、ね、こう取れるところで取り切らないでね無駄な点をやってしまったオリックスがねやっぱり1点差になくでも、この杉本とねあの吉田にヒットが出て、ね、ホームランが出たっていうのはかなり明るい材料だからこの外国人、このモヤ俺はもう T を使ってほしいよ、T 使ってほしいキーマンちゃうかと俺は言ってるんだけどね T 使ってほしいけど、まあ、明日ねどういう展開になるのかっていうところですけども、まあ、今日はね本当に見応えある非常にね素晴らしい試合だったかなと。最後はねサンタの一発で ヤクルトが勝ち越して2勝ヤクルトの2勝1敗というところでね、まあ、なんかほっともっといきそうだよね6、7戦までねなんかもつれそうなまだまだねどっちか。 ね、こう優劣ねつけがたい試合展開のようにね、えー、感じましたね、まあ、今日ね1試合総括ですると、やっぱりオリックスはねあのー、無駄な点をやってしまった、それがね結局はあのー、最後、響いた、ヤクルトもねやっぱミスね、ね西浦のエラーっていうところで無駄な点をやってしまったけども、サンタナの、ね、ホームランで、まあ、救われたっていうところもねあるんで、まあ、お互い両チームね、ねちょっとミスがね出,た出ちゃったかなっていうところでね、ねまあ、こういう5対4の試合になったんで、もうそういったところはね、まあ、ヤクルトも勝ったけども、まあし 締めていかなきゃいけないし、オリックスはね、明日の試合ね、やっぱりしっかり勝ち越して、ね、2、2に戻さなきゃいけないんでね、また明日の試合もね、熱くなるでしょう。明日もね、試合終了後、佐々木チャンネルね、そこを打っていきますので、皆さんね、ぜひ、えー、見てください。ということで、今日の結果ね、5対4でヤクルトの勝ちです。ね、えー、2勝1敗、ヤクルトがね、1勝戦勝しましたけども、明日、リーチをかけるのか、はたまた5分に戻すのか、ね、 明日もヤクルトオリックス東京ドームからです。皆さん明日の日本シリーズも要チェック。